はい、というわけで今回は割り箸を使って弓矢を作っていきます。輪ゴムにこのようにかけて引いて離せば発射できます。作るのに必要な材料を紹介していきます。カッターナイフ、割り箸、瞬間接着剤、糸はこのように手縫いの糸やミシンの板など細いものを使います。そしてゼムクリップ、爪楊枝、輪ゴム、ビニールテープ。はい、それでは作っていきましょう。爪楊枝を2センチの長さに切ります。2本の割り箸を交差させて、この位置から45度の位置で接着します。割り箸同士がくっついたら、今度は糸を巻きつけていきます。今度はこの方向にも巻きつけていきます。そしてこの糸の上から瞬間接着剤をつけていきます。割り箸の先端部分をくっつけます。そしてこの部分にゼムクリップをくっつけます。このクリップの部分を糸で巻いていきます。そして接着剤を塗り込んでいきます。反対側も同じようにくっつけます。2つの輪ゴムをつなげていきます。クリップの穴に輪ゴムを通していきます。反対側の穴に通します。そして爪楊枝で固定します。はい、これで弓の完成です。ここからは矢を作っていきます。割り箸の細い方にビニールテープを巻いていきます。はい、これで矢の完成です。はい、いかがだったでしょうか。割り箸の弓でもやはり当たると危険なので、人や動物に打たないようにしてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。